今日はまあこういうメモリアルデーということもありまして、始球式両チームにゆかりの深いレジェンド吉田芳生さんと堀内恒雄さんの始球式、まあ歴史を感じさせます。これで今日はゲームがスタートしていくという本当に特別な日になりました。いや、この諸先輩たちも作った歴史ですからね、本当にね、はい、さあ勝負は1回、まずはこの近本がいきなりのライトへのヒット。このところやっぱり初回のこういう攻撃というのは結構効いていますが、そうです ね、はい、中野に送らせてチャンスを広げて2アウト満塁から、まさに今年の満塁男は前川、ライトへ2点先制タイムリー。あのここのところの勢いもありますし、第1戦第2戦の結果もあるんで、はい、初回のこの2点タイムリーはもう一気に勢いつきましたよね。本当ですね。2回の戸郷に対して近本は盗塁を決めます。まあ、今日はこうやって足を使う場面もありました。まあ、これも一つのタイガースの 1,2 番の武器になります。3回になりますが、ツーアウト2塁1塁で木浪がこのタイムリーもね、来ました。いやー、いいタイムリーですよ。まあ、この間に二塁を狙った木浪はアウトになりましたが、これで3対0とリードを広げました。先制しても次の点を取れるというのはね、はい、一つ大きいですよね。ビズリーのこれは5回です。ワンアウトランナーなしから大塩にレフトにヒット、これが今日のチーム初ヒットになります。ここまでノーヒットできていました。そしてちょっとまあその後一塁線のヒットなどもあって、ワンアウト2、3塁とピンチが広がりましたが、ここは岸田ショートゴロの間に1点。まあ、これはチームとしてもこの1点はよしですから、今の1点がビーズリーのジャイアンツ戦の初失点になりますよね。5回です。ツーアウトランナー2塁1塁、また前側なんですが、まあ、本人も詰まったけど振り切ったというふうに言っていました。いや、簡単なコースじゃないですけどね、手応え十分。さらにこの木浪のタイムリースリーベースが効きましたね。コンパクトにね、はい、振ってるんですけど、いい感じで捉えてるから打球が伸びましたね。伸びましたね。これが2点タイムリーツーベースになって一気に6対1になりました。こうなると追いかける方もいろいろアプローチが変わってくる得点差になります。まあ、ジャイアンツはようやく6回にピンチヒッターのオコエがセンターに今シーズンの第1号ソロホームラン、これで1点を返しまして6対2。さあ、できればここからというところではあったんですが、はい、いや、ここで踏ん張りましたよね。そうですね、もう一回ギアを上げてね、はい、投げ切りました。ヘルナンデス岡本というところ三振、この三振がスイングを一塁審判に捉えたんで、かなり悔しそうに岡本はしていました。6回です。ワンアウト二塁から森下のレフトへのタイムリー。まあ、この辺になるとちょっとこの3連戦の勢いの違いを感じましたかね。出てましたね。さらに2アウト1、3塁からまた三度前川です。これもうまいですよね。うまいですね。センタータイムリー、今日3安打4打点。そして今日は守りの方ではピッチャー今シーズン初登板の岩貞、まあ、いきなり大城へのデッドボールはあったんですが、あとはしっかりと、そうですね、はい、ゼロでいけたのが ね、大きいですね、はい、今年の最初の仕事をしました。そして8回船場様から佐藤輝明、ライトポール際、本人も覗き込む、このライトポールを巻き込む6号ソロホームラン、これが仕上げで9対2になりました。そして最後は漆原、水口を力のないショートフライに打ち取って、阪神タイガース今シーズン2度目の7連勝。この甲子園クラシックシリーズ首位ジャイアンツ相手に3連戦3連勝という形になりました。